NAS でウェブサーバーを構築しよう。NAS にはいろいろなサーバーの機能があります。前回 iTunes サーバーを使っていました。今回はウェブサーバーということで、HTML のページを表示するということをやっていきたいと思います。これは見本として入っていたページに一文ですね。一番上にウェブサーバーテスト、スペース限定チャンネルという文を書き加えたものです。今回はこのページをインターネット上で見えるようにします。まず DS210J にアクセスします。アクセスをしたらパッケージセンターですね、中に Web ステーションというのがあるので、これをインストールします。インストールするのにちょっと間があるのでカットをしています。今インストールが終わりましたので開くを開くんですね。でここに注意事項みたいなこと出てくるんですが、これを OK を押すとですね、あと何が必要っていうのが出てきます。で、それに従って必要なものを入れてきます。ここに出ているですね、Apache HTTP サービス 2.2 と 2.4 をインストールします。PHP についてはまた後ほど説明できるようにします。この2つもですね、インストールするのに少し時間がかかるので、途中をカットしています。今 2.2 の方が終わりました。次は 2.4 ですね。こちらの方、はい、インストールします。で、しばらく待ちます。実際はもっと時間かかっていますが、インストールが終了しました。では、Web ステーションの方も見てみましょう。この下ですね。はい、インストール済みというふうになっています。これで OK ですね。次に Web ステーションの全般設定のパーソナルウェブサイトを有効にする。これをチェックを入れます。チェックを入れたいんですけれども出ないとき、このびっくりマークですね。これを見ると Apache HTTP サービス 2.2 は入ってるんですが PHP 5.6 が必要なんですね。前のページに戻って PHP 5.6 をインストールします。ですね。もうちょい下です。ありました。PHP 5.6 開発ツール。インストールします。インストールが終わったので、先ほどの Web ステーションの方に戻ります。これですね。そうすると、PHP 5.6 がインストール済みというふうになりました。それでは全般設定に戻ります。パーソナルウェブサイトを有効にするチェックが今度入りますね。チェックを入れたら適用をクリックします。NAS側の設定は完了しました。ここで NAS 内のフォルダとファイルがどのようになっているか見ます。アドレスバーにプライベート IP アドレスを入れると、それぞれフォルダが見えますので、Web と書いてあるフォルダを開きます。するとここにですね、見本がすでにできてるんですね。はい、これをちょっと見てみますと、テストのためのページになっているので、一文付け加えたいと思います。使うエディターはマイクロソフトエクスプレッションウェブ4というフリーソフトです。この地球儀のですね、図案の上に、ここに、文字を書き込みます。ウェブサーバー、テストと限定チャンネルというふうに打ち込みました。上書き保存をして、エディタを閉じます。そしてインデックス HTML を実行すると、このようにですね、Web サーバーテスト、限定チャンネルと出ます。
ブラウザからルーターの設定を開きます。この中のですね、詳細設定。こちらの方のウェブサーバーを外部に公開する。これにチェックを入れて、ウェブの IP アドレスはローカルのアドレスです。ローカル IP アドレスを入力します。かけたら設定をクリックします。正常に処理が完了したということで、これでもう見られるようになっています。インターネットから見えるかどうかの確認は、スマホの回線を使って確認をします。同一LANからはアクセスができません。インターネットからアクセスの方法は、次回線のグローバル IP アドレスを入力するという形をまだ取ります。次回線のグローバル IP アドレスを調べるのは、調べることのできるサイト、これがそうなんですが、こういうところにアクセスすると、あなたの利用している IP アドレスということで出てきます。通常使っている回線では、グローバル IP アドレスが変わります。ですから、確認する直前にですね、自分に割り振られているグローバル IP アドレスを調べておいてください。タブレットを使って、タブレットの回線でこの IP アドレス入力すると、1回できないって言ってたんですね。これ実は LAN 内に入ってるんですね。LAN 接続されていたのでダメだったんです。そこで Wi-Fi をオフにします。オフにすると、このように先ほどのページがインターネットから見ることができました。